に面して、まあ、小さな石垣、石が積んであって、土留めの程度の石垣で土塁があって、城内っていうような断面があって、八田の時代の京府の方に作り変えられたものについては、堀があって高い高い石垣が積まれていて、城内側にも石垣があって、城内のこちら整地層があっていうような状況を確認しております。ですので、最初にお城が作られてから、改修されて、まあ、どういう姿になって幕末を迎えたのかということが、まあ、この一連のですね、調査区の中で、一応説明がつけられる状況になったかなというふうに考えております。今回の、調査成果については、なかなかですね、細川の時代の田辺城の姿を確認することが今までできませんでした。田辺城のですね、舞鶴公園の中に天守台、有彩の天守台の石垣としては調査で発見をされておりましたけれども、その他、その有彩の頃の田辺城がどういう規模でどういう範囲でっていうことが全く分かってなかったんですけれども、今回新旧の、こういった遺構のですね、変遷を確認できましたので、籠城図に描かれていた姿がある程度真実性を持って描かれていて、そこすると合致する、有彩の頃のお城の姿が、を、まあ、少し復元するための手がかりを得ることができたというふうに考えております。まあ、430年ほど前に有彩が作ったわけですけれども、その後の、いろんな改修でどん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 その痕跡が消されていってしまいましたので、なかなかここまでですね、有彩の痕跡を確認することは今までできなかったんですけれども、まあ、その絵図と一致するような成果が得られたということが、まあ、注目できるかなというふうに考えております。簡単ですけれども、以上でご説明の方を終わらせていただきたいと思います。で、ご質問とか、簡単にですけれども、